こんなもんあったっけ。俺全然気づいてないわ今まで。煙突のあるレトロでもなんか良くない？ジャリンコチェー感がある。さあ今日はちょっと相手のココイチ行こう。まあ名古屋飯とはちょっと違うけど、一宮がね発祥の地だしさ、ココイチっつったらやっぱ名古屋の誇りですから、愛知県の誇り、ココ一番屋。 OK、 ココ一番屋小手木町店へイン。はい、ここ一番やこできましてん、ごちそうさまさ。いや、オーケー。ヘイ、キャノンデル、おい、ドスパーボーイ、スプリーニングテイ、名古屋、シーダーミーテン、ヘイ、ウィークー、レッツゴー。オラ来ました。いやもうカレー食うとやっぱ元気になるね。ということでね、本日は、2023年の11月14日火曜日、ファイアデイ。はいはい、今日は、スターバックスの、森山にありますね、名古屋志田見店、ね、行きます。はいはい、ここはね大曽根駅でございますね、名鉄瀬戸線、JR、そして地下鉄バスなどなどの総合駅でございますね。そしてその総合駅の中でひときわちょっと面白いものが、昔からありまして、皆さんにお伝えしながら行こうかなと思います。はい、こちらでございますね。ガイドウェイバスユトリートラインって書いてありますね。はい、これです。今日はこれをね紹介していこうかなと思います。はい、今白いユートリートライン大曽根駅。はい、ユートリートラインとは何ぞやという話なんですけど、これです。これこの上に走っている高架ですね。高架が走ってますよね上に。でも何も走ってない。そう、あれはね実はねバスが上に走るようにできてるんです。そうなの、変わってるでしょ。日本でここだけだそうです、バスが鉄道化してるのは。2002年からね運行されてまして、はい、僕は子供の頃この辺だったんで、これがねどんどんできていくところは見てたんです。で高速道路ができるのかなとか、あとは何だろう、鉄道が走るのかなと思ったら、まあ鉄道なんですけど、なんとバスが走るんですよ。なので今日はこのユートリートラインに沿って、志田見に向かいます。まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、これ名古屋ドームにあだの駅で、あっちが、イオンがあったりとかね、そして名古屋ドームがあるっていうね、今バンテリンドームって名前ですけど、たまに走ってるの見ると今日なんかいいことあるかもって思うぐらいレア感ありますよ。こう上見るとこうずっとバスがねとぼとぼと走るんですよ。これ砂田橋駅になりますね。砂田橋駅ですね。駅の形もまあ変わってますよね。これ左に曲がっていきます。ここはだから大光4丁目っていうところですね。いやー気持ちいいね。実はボトムブラケット買いました。イエイ、ドドド。そう、実はねボトムブラケットを変えたんですよ。 BB ですね。うわ気持ちいい。あのルーム0117の方でね紹介してますね。よかったら見てください。柳川です。ずっと行くと庄内川と合流します。ほい、森山にイン。ほい、これでだ。これがゆとりトラインの森山駅でございますね。はい、今まで気にしてこなかったから森山駅なんてものがあるのも今分かりましたね。ほんとそれぐらいの感じですね。近いようで遠い存在ですね。はい、この動画は名古屋愛知県のねスターバックスに行く道すがら皆さんとご一緒にこの名古屋をですねポタリングして探索探検、しようじゃないかというそういう動画になっております。はい、なので皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そう、これ大英寺ですかね。大英寺に向かう道、多分大英寺ってみんな言ってる気がします。そしてあそこが、金谷駅かな、きっと。そうですね、金谷駅ですね。はい、
ここの交差点の名前もカナヤです。今のところあれですね、全部交差点というか信号のあるところに作ってますね。まあただ気持ちいいよ今日。風は冷たいんですけど、日差しはあったかいし、うん、空は青いしね、パーフェクト。川宮駅ですね、ゆとりとライン川宮駅。スターバックスしだみ店は2回目です。なので1年ぐらい前に1回目のやつがあるんで、よかったら見てください。スターバックス名古屋しだみ店へ行く。見てください、去年のやつ。おっと、ここももう駅だ。川村駅、川村駅ですね。川村駅へインはしないんで。森山区川東山白沢渓谷駅。ここは名古屋市森山スポーツセンターがありまして、そこに隣接になってるね、駅が。うん、これは小畑緑地駅かな、多分。うん、小畑緑地駅ですね。ごめんなさいね、小畑緑地駅です。はい。そうそう、これ。盛り上がっちゃった。これゆとりトレインのこの鉄道パートの終点になるんです。超。来ました。小畑緑地駅からこう出てきましたね、ゆとりトライン。あれがそうです。こっからそのままバスに変わるんです。ちょっとこの中はね、ちょっと関係者以外は入れないので、うん、あれなんですけど、今ね、はい、踏切上がりまして、ゆとりトラインがこっからバスに変わるんですね。はい、不思議じゃないですかこれ。ガイドウェイバス、リフト車っていうのも書いてありますね。だから下に連結っていうか、なんか固定するやつがついてますね、見るとタイヤの下に。タイヤの下っていうか、シャーシの下でタイヤ横っていうですかね、あれで多分固定するんでしょうね。水陸両用みたいな言い方をすると、鉄陸両用みたいな感じなんですか。構造寺まで行くはずですね、構造寺の方まで。はいはい、行ってらっしゃい。完璧なタイミングで今から大袖に行くゆとりトラインを見まし、発見しました。ここはね、交差点の名前は龍泉寺口という交差点で、上に行くとお寺がありますね、龍泉寺というね。あ、結構乗ってんだね。よく考えると僕龍泉寺って龍泉寺ってお寺なんですけど、僕の中ではスーパー銭湯があったりとか、もうないけど今、昔あったんですよ、スーパー銭湯があったりとか、そういう龍泉寺なんですよね。だからお寺の龍泉寺って僕見たことないんですよ。はい、せっかくフロントディレイラーな調整したんで、ちょっとアウターからインにして、アウターイン入って、はい、龍泉寺勝手に入ります。イン。台湾とかの寺みたいな色合いだね、日本っぽくない。多分龍泉寺にイン。今回は入り口までにしときましょう。うわ、いい雰囲気だな、ちょっと好きな雰囲気じゃん。おー、気持ちよっす。おい、あ、戻って切れた。あ、どうってことなかったわ。龍泉寺スーパー銭湯まだ生きてた。いやー、あ、閉まったな。まあ、いっか。これで行こう。パワー気持ちよ、最高じゃんこれ。はい、ここ下島、今これゆとりトラインでしたね今ね。おお、これも吉賀って書いてあった、吉根って書いて吉賀。ほう、上島、これゆとりトラインですね。上島、森山区深沢か。カインズでかくない？なんて読むんだろう、新田ですね。濁り池、いい名前だな。濁り池にイン、いい名前じゃない、なんか濁り池、小説に出てきそう。はい、しだみにイン、イエーオッケー。ファミリーマート、しだみ中学校西にイン。おーよっちゃ、しだみ師匠来た。ああ、しだみ師匠、師匠って何？駅細かくあるね、バス停。中しだみ結構人降りてくる。おお、まだ降りてくる。うん、しだみ交通広場、
はいはい、大曽根藤ヶ丘方面に変えたのね。途中だ、まだこっからもあるわ。構造寺行きのもある。こっからさらに構造寺まで行きますよっていう。たどり着いた。うい、OK、スターバックス名古屋白身店にイン。完璧じゃん。OK、 スターバックス名古屋白身店ありがとうさんさ。そう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 よそうよ、ちょっと気にはなってたんだよね。行ってみる。体感シダミ古墳群ミュージアム。シダムって書いてある。シダミウムってことかな。なんかちょっとおしゃれになってるしえ、何これ、マジで。これ古墳エリア、あ違う、国史帝史石シダミ古墳群ナショナリーデザイネン、ね、デザイネティッドヒストリーサイトシダミ古墳群めっちゃ興奮してる俺。何、古墳じゃんみたいな。古墳で興奮できる年頃になったね。え、こんなん作ったら UFO 降りてくるで。大丈夫なの。何これ、シダミ古墳群。えー、何、石が積んであっても古墳なん。何これ、いやー、何これ、うるせえ俺。古墳、あれも古墳なんだよ。だからあそこのジブリっぽいところあれ古墳なんだ。今現在地ここだからやばくね。いやー、あの古墳群めっちゃ興奮したね。終わり、朝日シティにイン。 Alright、 愛知フォレストパークメインゲートイン。はい、現在地はどこ。まずタコペダルちょっと見てみましょう。うん、前よりも回る、でも音はある。気になるのは反対側も似たようなもんなんですよ、音もするし。だから製品としてはこれが正しいはずじゃないですか。量産してるわけだから全部似たような感じになるはずでしょ。はい、そしてねフロントディレイラーね。はい、調整しました。フロントディレイラー調整をねした動画をね出してます。ルーム0117なのに出してますので見てください。刀剣の見えないですけどね、ここで刀剣の、ボトムブラケットですね、動画あります。はい、よかったら見てください。で、まあ今日漕いでみてですね、やっぱり1速から4速の軽い時はもうスル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 って感じ。5速までスルスルスルって感じ。オーライ愛知県森林公園ありがとう、 Thank you。 ほら、終わり朝日女王が、これなんだなんだ、本当にあったものなのレストラン、ただのレストランなんじゃないのこれね。これレストハウス朝日城えどういうこと、喫茶店なんだけど。おや、堺駅普通、いいねこの雰囲気。名古屋シティ森山国イン。しゃ、あそこで降りるんだ。はい、 OK、 スターバックスアスティ大園店にイン。スターバックスアスティ大曽根店ごちそうさまです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。タクヤオンラインでした。